本当に勝ちにこだわる、優勝絶対にするっていう気持ちで、レースに挑みました。後半余裕を持って自分がいけるっていうタイミングでしっかり仕掛けようっていうのを頭にイメージしながら、まあ、24キロ25キロぐらいで仕掛けてみて、まあ、集団が少しばらってたのでここかなっていうので一気に気持ちを切り替えていったっていう形でした。50キロの日本記録以来久しぶりなんですけども、まあ多分私のこういう記録ってすぐ抜かれるんだろうなっていうふうにはいつも、私が記録出したらなんかもうどんどんレベルもなんかすごく上がってしまってるような感じで、すぐに記録抜かれてしまうんじゃないかなっていうふうな思いではあるんですけど、ただまあ川野選手だったりとか丸尾選手だったり松永選手だったり、こう日本の競歩界でこう競い合うからこそこうしてどんどんレベルも上がっていってるっていうふうに思っているので、また35キロあるタイミングがあればしっかり自分のこの記録を抜かしていけれるように自分自身また精進していきたいかなっていうふうに思います。ブダペストにそうですね向けてはもう本当にオレゴンですごく悔しい思いをして、全然先頭と勝負させてもらえなかったのが本当に悔しかったので、スピード強化プラスそのスピードに対しての余裕度っていうところをどれだけ高めていけるかっていうのをすごく大切にしながら、昨年今年に入ってから準備に時間をかけていったからところかなっていうふうには思います。しっかり今回は先頭でメダル争いができるしっかり準備をして夏に挑みたいなっていうふうには思います。